激セマでございます。というわけで本日カットしていくフィッシュがこちらイワシでございます。まだこいつ金がないから安いイワシこすってんのかと思われる方もおられるかと思うんですけれども、本日やっていこうと思っているのがイワシの刺身を一切包丁を使わずに手だけでやれるかどうかということを検証していきたいと思っております。ということで早速フィッシュをカットしていきましょう。はい、では早速こちらのイワシを一切包丁を使わずにお刺身までいけるのかどうかということをこれからやっていきたいと思います。でご存知の方はねご存知だと思うんですけれども、イワシの開き方として手開きっていうやり方があるんですね。一切包丁を使わずに手だけで開きにする方法があります。ただそっから先お刺身生食で食べるってなるとちょっと話が違ってくるなっていうところなんですけれども、とりあえずなんとなくね今日はねそれをやってみたいなと思っておりますので早速やっていきましょう。じゃあまずはね手開きのやり方としてなんですけれども、ここね包丁でやられる方も多いんですけれども、この頭の付け根の部分ここに爪を立てて親指でグイッと骨を折っていきます。グッとこれで骨が折れました。そしたらねこの状態で引っ張ってってできればね内臓ついてきてほしいんですけれども、ついてくるかなあ、切れちゃいましたね。切れたら切れたで OK です。そしたらここのところイワシのね腹のところってほとんど食べるところもないし非常にね薄くなってますので、ここのところにね指をスイッと入れちゃって腹をねこうやって開けちゃいます。で腹を開けたら中身をねこうやってかき出してきちゃいます。はい、これでねイワシの腹綿が抜くことができました。やったー、はい、ということでちょっとね水洗いをしましょう。はい、ではねちょっとね本当はね続けて内臓を取っちゃった方が手際としてはいいのかもしれないんですけれども、とりあえずねこの1本まずやっちゃいますので、はい、ではそうしましたらこの腹まで裂けてる状態、こうなったらこの腹のところですね、この内臓が入ってたラストの部分あたり、ちょっとねヒレとかあるのでここ取っちゃいますけど、この状態になったらこの辺りから中骨に向けて指をグイッと入れていきます。中骨がね触れるんでそこに向けてグイッと指を入れながらこうクーッと開いていきますね。こんな感じで、はい、でこっちまでもう開けました。でここまで開けたら背の方まで指を入れちゃって剥がしていきます。でこっち側ね尻尾側が身が剥がれたら同じところから頭に向けてこうやって開いていきます。よいしょ、はい、こんな感じですね。これで片身がもう取れましたので、そうしましたらこのね中骨をこれね中骨と一緒に腹骨もついてくるんですごくねそこが骨がつかないのがいいとこですね。この中骨の辺りをちょっとね先にこっち側を指でグイーッと剥がしてきちゃって、はい、ある程度剥がれました。そしたらねあとはこの骨を引っ張りながら外していきます。身がね骨にくっついていかないようにこうやってちょっと押さえながらやっていきますね。スーッとちょっとね身がついていきやすくなるんでねここは気をつけてやっていきましょう。という感じでスーッとやってきてイワシ骨髄剣、はい、取れましたね。こういう感じでもうね腹骨とかも全部しっかり取れるんですごくね手だけでここまでできちゃうんですよ。これでねもうイワシの開きになってますんで、あとちょっと下処理したらすぐにねフライにできるような状態になってます。ということでね続いてもう1匹も一緒にやっていっちゃいましょう。こちら頭に指を入れる、骨を折る、はい、骨が折れましたら頭をベキッと折ってきて内臓もついてきましたね。やった、はい、内臓もついてきた。そしたらそのままやっちゃってもいいんですけどちょっと水で流して、はい、じゃあこの状態になりましたら腹のところから指を入れちゃって中骨に当たるあたりでぐーっと開いていきます。はい、そしたらもうちょっと背に向けて指を突っ込んでいって開いていく。はい、で同じようにこっち側も指を突っ込んで開いていく。はい、こんな感じですね。お、こっちすごい綺麗にできましたね。はい、ではそうしましたらこの中骨ですね少しこの辺を指でスイッと骨を外してやって、はい、そうしたら身が骨についていかないように少し押さえながらスーッと引っ張って取っていきます。こんな感じでね、結構簡単にやれますのでね、ご自宅で包丁を使わずにやれるんで、すごいねやりやすいんじゃないかなと思います。というわけで残り2匹もね、同じようにやっていっちゃいましょう。はい、ではイワシの開きがこれにて完了したという状態でございます。でこれだけではね、ちょっとまだお刺身で生のままそのまま食べるっていうのは難しいので、この腹の辺りね、少し骨が残ってるのと、この黒い膜ですね、残ってるんで、この辺りをキッチンペーパーとかでね、こうやってゴシゴシと拭き取って骨ごとこそぎ落としていきましょう。はい、じゃあ細々と作業するので、ここから早送りいたします。さあ行くぞ。はい、ではでは腹側の黒い膜などもこれにてきれいに取り終わることができました。そうしましたらね、ここから皮引きに入っていこうと思います。で皮引きなんですけれども、やり方としてはこのね、背びれがあるところとつながってる真ん中のこの骨のところがあるんですね。ここを境に指をツイッと入れまして、あんまり力入れずにね、スーッと優しく横に引いていきます。はい、そうするとね、こんな感じで皮がめくれますんで、そのままね、優しく優しく指を入れていきます。こういう感じですね。もう超絶優しくソフトタッチでやっていきます。という感じでやっていくと、はい、ご覧の通り綺麗にね、皮が剥がれました。やった、はい、この状態になれば、もはやイワシの刺身として食べられる状態でございます。はい、この調子でね、逆側もこっち向けちゃって、ここね、骨のところを、真ん中のところを外してスイーッと横に入れて、同じようにゆっくりゆっくりと剥がしていきます。はい、最後の尻尾のところはね、ちょいと引っ張っちゃって、はい、外します。はい、こういう感じでね、もう手だけでこういう風に一通りの骨ですとか内臓ですとか全部取ることができますので、はい、他のイワシも全部このようにやっていっちゃいましょう。はい、じゃあこちらでラス1でございますね。真ん中からスイッと入れて、優しくもみほぐすかのように指をスッと入れていきます。はい、このように簡単に取ることができますね。こちらもですね、優しく指を入れてスーッと外していく、スイッと。はい、ではこちらにてイワシの皮引きが完了です。はい、じゃあここまで来ましたら、こちら氷塩水ですね。塩の水の氷でございます。この中にこのイワシを全部入れて、きれいに汚れなどをね、落としていきましょう。はい、では氷塩水で洗いまして、少しね 2,3 分つけておきました。これでね、しっかりと塩水処理ができますので、身もねしっかりと締まります。こちらをね、キッチンペーパーに取り上げていって、水気を取っていきます。はい、ではしっかりとね 2,3 回ペーパーを変えまして、こちらしっかりと水気を取ったイワシでございます。こちらね、キッチンペーパーでね、もう一度お布団かぶってもろて、はい、じゃあちょっとこの状態でね、少し冷蔵庫で冷やし込みをしていきます。その間にね、ご飯炊いちゃいましょう。はい、ではでは隣の土鍋でご飯も炊き上がりましたことですし、冷蔵庫でしっかりと冷やし込み、水気がしっかりと飛んだこちらのイワシですね。こちらをこれからお皿に盛り付けていきます。大葉にね、このように置いちゃって、向きはね揃えた方が綺麗ですね。でこの辺にも大葉をもう1枚。はい、ではこちらで完全に手だけで作ったイワシのお刺身完成です。ではでは本日もいただきます。さてさて、ではね、土鍋で炊いたこちらのご飯をよそうところからいきますか。すっかりね、独身男性こじらせるとね、炊飯器で炊くよりも土鍋で炊く方が楽に感じてしまうという今日この頃でございます。はい、ではこちら土鍋で炊いたご飯をよそっちゃって、はい、では改めましてイワシのお刺身いただきます。ではではこちら手前のところからね、もうねこれ半身そのまんまって感じなんですけれども、包丁を今日はね使わないというコンセプトだったのでこういう感じでございますが、まあね3等分ぐらいした方が食べやすいでしょうね。ただこの状態でも全くね気にならずに食べられるかと思いますので、こちら生姜ですね、すりおろし生姜をちょいとつけまして、醤油をちょんちょんとくぐらせましていただきます。白飯とめちゃくちゃ合うんだよこれマジで。ほんと梅雨から秋にかけてのイワシはね、本当にめちゃくちゃうまいし安いし、ほんといいとこしかないんで、ほんと魚好きだったら今の時期イワシ食わなきゃ損です。もうねなんかもうお寿司ですね、こうなっちゃうとね。なんか俺はとんでもない贅沢を今している気がする。ご飯進む。じゃあねちょっとこのご飯減ったところにさらにご飯ちょっとついじゃって、ちょっとこの山盛りご飯にしたところにですね、こちらのイワシをドドンともうわっしわっしと乗せてっちゃうわけですよ。はい、じゃあこちらでもうイワシみっちみちのイワシ丼になりました。ここにねこのお醤油に生姜を溶いちゃって上からねかけてっちゃいます。そうしましたらこの上から刻みのりをねパラパラっとのせていきまして、これにて山盛りいわし丼の完成でございます。いやもうね第一印象としてはねすんげえ食いづらそう。ではでは早速いただきます。もう味はね分かってるんですけれども、ちょっとこの海苔がねつくことでねまた風味が違ったりして印象が変わるんじゃないでしょうか。いただきます。マジでめちゃくちゃうまい。この時期だったら3日に1回イワシでいいと思いますね。マジで美味しくて思わずガチ食いしちゃいましたね。というわけでここからで本日もエナジー注入1本いただきます。美味しいでございます。ではではあとはのんびりと味わっていきます。ではでは本日もごちそうさまでした。では本日はねイワシをするだけで刺身にしていただきました。ご覧いただいたようにね包丁がないと魚はさばけないというわけではないので、ぜひねこういうやり方など覚えていただくと無人島に漂着した時とかに役立つかと思いますので、ぜひお役立ていただければと思います。本日の動画がお気に召した方はチャンネル登録と高評価、それからコメントいただけますと心から喜びます。ではではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。